ばい。寒くてびっくり。なんでこんな寒いん。あっと驚く。ダメだろう。めっちゃ寒くない？めっちゃ雨降ってたし、やんだけど。はあ、今帰ってきた。よいしょ。死にかけ。無理かも。えい。えい。うん、へいちゃん、鼻から2個ありがとう。パジャマ。チョコ食べ。最近セブンのさ、このなんか1個食べれないんだけど、でかいから。投票してありがとう。嬉しい。チョコクランチにハマってて、本当は四角なんだけど、ちょっと半分食べてるんですけどね。これを食べるのを楽しみに頑張ってきたけど、ちょっと冷蔵庫に入れてたから溶かそう。硬くて歯が折れるんだよ、これは。ちょっと溶かす。はぁ、すごい。久々になんか一日だけして体力の衰えを感じてる。しかもさ、12時ぐらいにさ、お昼ご飯食べてさ、休憩なしでさ、9時ぐらいまでやってさ、ご飯9時ぐらいまで食べれなくてもう死んでた。ご飯って大事ですよね。まあ楽しかったからいいんだけど。お風呂も食べなきゃ。そう、うん、うまっ。これ本当の、この暑さのチョコ最高じゃない？うまっ。リミスト着弾した。ごめん。ああ、山猫坊主ペアありがとう。うまっ。あ、やら楽しかった。よかった。チョコ最高。
これうまい、ほんと。うまっ。セブンのチョコクランチ亀248円もするけど、税込み267.84円、1084ってなんだ。うん、あいやら手足スラッとしてた。イエーイ。まあ、2日に分けて食べてるから1日130円か。ホワイトチョコバージョンもあるんだよ。食べたらね、食べたことないよね。起こして何時に起きなきゃいけないんだろう。水飲んでる。水6時に起こして、意外と早くなかった。そんなに5時ぐらいを覚悟しながら、別にそんな早くなかった。余裕。配信はしません。夜します。やばい、手足むくみすぎてめっちゃ太い。私の手足こんなに太いはずないのにめっちゃ太いんだが、大丈夫な。まだ象みたいに太くはなってないから、象まで行ったら見せるわ、おもろいから。スタバクで起こします。ウケる。スタバクって言葉を通じるのはギリ私ぐらいじゃない。スタバクって言葉もう平成だよ。そんな、スタバクっていうのはスタンプ爆撃コースケーキみたいな、スタンプをブワッて送って通知をいっぱいあげること。てか私もギリギリ使ってないよ。私よりちょっと下の世代だわ。なんなら、今日はどこ？
昨日と一緒。うーん、今日あまりにもご飯食べれなすぎて食料を持ち歩くことの大切さを学んだんだよね。チョコしか持ち歩いてなかったからちょっとやばくて、ちょっとパン持ち歩こう、これからパン持ち歩く、パン屋さんに乗ろう。あーもうでも大丈夫、私朝寝坊したことないから起きれるよ。3時間とかしか寝なくてもいける人だから。めっちゃ機嫌悪くなるけどその日はちょっと一人で生きていくって感じになりますけど、パン屋さんになろう。今日の失敗は、今日現場に朝ごはんあるかなと思って、パンぐらい、パンとおにぎりぐらい用意してくれてるかなと思って甘えで自分節約したかったから朝ごはん買わずに現場に行っちゃったんですよ。それがまず間違いだったのね。でそれで12時まで何も食べれなくてなかったから、でコンビニ行きたいですってこう言う勇気もなくって、めんどくさいと思いたくなかったから、だから結局12時まで我慢して、12時になった瞬間に駆け込んですきっぱらに急にご飯、お腹にご飯入れたから多分吸収もめっちゃ早くってすぐお腹空いちゃった。それが今日の失敗だから、パンはね 2,3 個ねカバンに入れとかなきゃダメだね。パン持っていこう。朝はパンパンパパンパンパパンパンパパン。楽しいね。疲れるかん。眠そうな、かわいい、めっちゃ寒くてびっくりした。あのね、今日裏着も服一応着てたので、裏着も着てるからもう上着いらないかと思ったけど、一応ジャケット持ってたのね。マジ正解だった。明日も裏着で行こう。マジ寒い。もしこの世界から故郷が消えたら、争うことなんかなくなるのに、どうして何のため。電波が悪いね。リンゴ、5月10日の琴音の日、ちょっと中野サンプラザっていう場所に行ってみたかったから狙ってたけど出なかった。愛知のフェスも出なかった。なかなか6 37分の6は難しいっすね。
中野サンプラザってとこに行ってみたかったな。なんかよく聞くから。そう、ちょっと落選しました。明日の気温見たいのに電波がない。ショールームはめっちゃできてるのに。チャートリだった。そう、チャートリ多いね、フェス。四国も使って。四国は結構ガラス瓶とか飛行機雲とかのなんかみんなでやれる曲が多いぞ。電波の取り合い？あ、みんな来てんの？もう。よいしょ。ショールーム。分からんな。あ、本当だ。めっちゃカーテンが一緒みんな。なるほど。フラワーフェスティバルで誰が出るの？確かに誰が出るんだろう。もうゴールデンウィークに関してはさ、あれで頭いっぱいだもんね。5周年で頭いっぱいだから、それ以外のことに誰でも気回ってないんじゃないかな。その説ありますよね。翌日だっけ？そうだっけ？でもあれまだメンバー出てないのにチケット取れないよね。怖いよね。どういう感じなのか分かんないけど、ちょっと謎ですね。広島出身主体かな。どうなんだろう。もう最近あんま出身権とか誰も気にしてないからな。当選とかあるんだ。まあ何にせよちょっとグリーンアリーナが埋まるようにみんなで頑張っていきたい。これなんだ、このスイッチ。あ、これあれだ、冷蔵庫のスイッチだ。あと2日、速報、みんな初回版ゲットしておいてください。お、金庫だ。ホ
テルに金庫あるとちょっと使いたくなるけど使ったことないな。これ使ってる人いるのかな。今から投票しても金曜日間に合うんかな。余裕で間に合うよ。なんなら金曜日の時間ギリギリでも間に合うよ多分。だけど前の感じだとそうだった。金庫、私こういうの本当にさおバカさんだからさ、金庫の暗証番号を自分で決めて自分で忘れるっていう、もうあるあるすぎて逆にないないみたいなミスを絶対するんですよね。だから怖くて使ったことがなくって、でもちょっと使ってみたい。チリパ収録じゃないの？分からん。どうなんやろ。あんまり分かってない私。ごめんね。だいたい予想で喋ってるからいつも。私暗証番号とかでもなんか結構バレないやつ使ってる自信がある。絶対予想できないあの文字列を一個持ってて、自分では絶対わかるんですけど、それは高校の時の仲良かった友達のイニシャルをこう10人かぐらいこう組み合わせて持ってるんですよ。それって自分が一人一人ゆっくりあの子あの子って顔を思い出しながら入れていかないとわからないんですよ。しかもどこにもメモしてなくって、だからそのままパスワードだけは絶対バレない自信があるけど、自分がとぼけた時には忘れる自信もある。そう、だから高校の時の友達なんてもうほぼ覚えてないけど、その10人何人だ、まあ、何桁かによってその何人目まで思い出すか赤色変わるんですけど、まあ、大体8桁とかで大体そうね、大体それはやってますね。自分にしか絶対分かんない。何事してる。パスワード大事よな、このインターネットのさ社会になった時。でもパスワードさ、例えばさ、まあなんか分からんけど小文字だけでいい時とか、大文字と小文字だけ載せないかん時とか、大文字と小文字と数字だけの時、そこぐらいまではまあ対応できるんですけど、たまに記号を入れてください。なんか点かドットかなんかアンダーバーかアットマークとか入れてくださいみたいなのあるじゃないですか。もうああなってくると、その時にじゃあいつものパスワードのここにアンダーバー入れるかみたいな、あれはもう二度と思い出せないね。でもマセル系は大体ね、どこをちょっといじったかわからないんだよね。その時の自分を信じれない、信じていろいろやるんだけど、結局二度と思い出せない。あれは罠。あのパターン私あんまりちょっと対応しきれてないですね。
あとさ、あのちょそろそろランキング読むけど、あのこの中でなんかトラクターを選んでくださいとか、なんか丘の写真を選んでくださいみたいな、いや個人の見解じゃねみたいな、これは丘と捉えるか山と捉えるかは個人によるくねみたいな、んめっちゃツッコミたくなるいつも。で これは信号機に含めるのか、これはただの電柱なのか、これはみたいな、あれずるいあれはほんまにいかん、あれはずるい、あれはね自分がロボットじゃないと証明できないですからね。カナプンありがとう、リサくんありがとう、 TJ ありがとう、チロ超疲労中頑張れ、私も超疲労中、ちょっと今今年度一番の、今年度まだ始まったばっかだけど上半期一番の疲れ中。ホアンありがとう、タカ今は大変だけどお互いファイトです、頑張らないとね、おやすみおやすみ、頑張ろうお互い、大丈夫、あの1ヶ月後には全て決まってるから、カンちゃんありがとう、近いしありがとう、金持先生ありがとう、アイパーありがとう、ヘイちゃんありがとう、山猫坊主ありがとう、ブーちゃんこの時間で可愛いな、あ憧れます可愛くなりたいの、ゆっくり使えててね、お屋敷ありがとう、お屋敷飲んでるお姉さんみたい、飲んでないわ、もう味噌しか飲んでないわ今日、水とあやたかだよはい、というわけで私が福田はって言ったらストーチーって言ってください、鬼はストーチー、福田はストーチー、サンドメイシャフダのキャリッキー、福田県出身の福ちゃん方福田会でした、ふう、よし、毎日大変だけどそれ上回るぐらい楽しいことが待ってると信じて、お疲れんこは睡眠済みでした。ありがとうございました、頑張ってみんな明日も、頑張るぞ、ペタルコーヒーで回った車輪のムーンだけ夢に近づけばいい、頑張りましょう、いつもありがとう、おやすみ、また明日。